はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズの第25弾をお送りします。で、今回はこの2問ですねやっていきますので、まずは動画をね止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね自分がこの後解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね1番からまずやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、ちょっとね画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。あれ、この辺が。よし、じゃあ行きましょう。で、問題はね、いつも通りツイッターにも貼ってありますので、よかったらそっちのね、確認してみてください。では、まあ、関数なので、いつも言ってるように、こう、左上に今、問題文ありましたけど、そこの情報を移してしまいます。先にね、何度も読み直すのがめんどくさいので。で、今回、反比例です。で、反比例は双曲線って言って、2つの線が、こう、まあ、右下と左上の時もありますけど、なので、このカーブ、もう x 分の12だし、こっちのカーブ、あれこっち入るかな、両方ともね、x 分、あ、OK だね。12となります。で、x が正の部分、まあ、ダイナリー0ですね。正の部分で動くのが a。つまり、ここが、a はこっち動くよって。で、b はこっちね、負の部分だから、こっちを動くよってことを言ってます。で、大事なのがここなんだよね。点 b の x 座標の絶対値が、A の X 座標の3倍になるよっていう。で、まあ C があって、で D は与えられてるのか。これが5の0。となります。で、まあ1番は、まだ絶対値のとこ使わないので、まあサクサクと解いちゃいましょう。まず、1番のとこに X 座標が A のね、X 座標が2ですよって言ってるから、A の、まあ、X が2になるわけですよ。で、もうね、こう関数の問題が出てきたら、片方の座標が分かったら、埋めれるならもう片方は入れちゃいましょう。もう反射的にね。で、今見ると、A がこの関数の、まあグラフのね、上に乗ってると、点が。乗ってるんだったら、そこに代入していいよっていうのが関数のルールなので、X のとこに2を代入します、ここ。つまり、Y イコール2分の12ってなるから約分して6でしょ。つまり、A は2の6ってすぐ分かります。で、今直線 AD を求めたい。D の座標も出てるからね。つまり、通る点が2つ分かったので、あとはもう連立方程式で解いてしまいましょう。で、直線だから Y イコール AX プラス B を使ってください。で、もちろん、傾き出してっていう連立方程式を使わない方法もあるんですけど、自分こっちの方が好きなんでね、こっちでやっちゃいます。で、まず2の6。これを X と Y に代入します。そうすると Y が6なんで、6イコール 2A プラス B。で、今度5の0も通るから、これをもう一回代入します。で、こうなる。で、このタイプは B がこうやって揃うんで、引き算すれば絶対にすぐ解けます。数字合わせとかしなくていいんでね。で、そうすると、6イコールマイナス 3A。これ解いてもらうと、A イコールマイナス2となります。で、どっちの式でも構わないんですけど、まあ、A を代入します。まあ、上に入れましょうか。下、まあ、いいか。上に入れると、6イコール A にマイナス2を入れるので、2かけるマイナス2。掛け算ですからね。2かけるマイナス2なんで、マイナス4プラス B。これ計算すると、B が10。A と B が両方出てきたので、式の A と B に戻してあげれば、Y イコール、マイナス 2X、プラス10で、これで AD 終了となります。で、まあ、ここ、この1番に関しては、まあ、よく受験で、まあ、これも受験の問題なんですけど、関数って基本的に、その大問3とか大問4とか出てきたときに、まあ1番、2番、もしくは1番、2番、3番ってセットで出てくることが多いです。受験でね。で、今回1番じゃないですか。で、この1番の直線の式求めるのってすごく多いんです。で、ここは死守してください。数学苦手な方も絶対に。いいか、この解き方慣れてくださいね。自分で座標を求める。まあ片方分かってるからね。求めて、2点通るところ分かったら連立でいいよっていう、この解き方。ぜひお願いします。で、2番です。
で、この2番なんですけど、自分ね、この、まあ、いろんな地域の過去問を今解いていて、答えは分かってるんですけど、途中式が分からないんですよ。ちょっと諸事情というか、そういう、サイトで見てるので。だから、自分が解いたやり方を今から紹介するんですけど、もしかしたら正式な解き方じゃないかもしれないし、もっと楽な方法があるかもしれないんですけど、ひとまず、あ、そういう解き方もあるんですね、ぐらいで捉えてもらえると嬉しいです。すいません。よろしくお願いします。次が、三角形 ABD。ちょっとこれね、黒で引こうか。ABD だから、ここ曲がった。引いて、この黒の三角形。三角形 ABD の面積が28なんです。で、その時に ACD。上か。ちょっと曲がってごめん。ここの面積を求めなさいという問題。で、これがさっきの絶対値の部分の大事になってくるんですけど、まずちょっと絶対値復習しますね。絶対値は中1の最初に出てきて、まあ中1に上がった時に数学が苦手になるきっかけの1個ですよね。わかりにくいと。で、受験でね、やっていく時に、絶対値っていうのはそんなに出てこないんですよ。受験で。多くはないです。ただ、たまにこうやってポッて出されると、えってなるんだよね。時が止まる子が多いです。もう問題解いてて、えって。で、受験本番の時に、えって不意打ちをつかれると、パニックになっちゃう子は結構出てきます。だからそれを防ぐためにも、この問題のためだけじゃなくて、他の問題でもね、出てくるパターンがあるから、ぜひね、覚えてください。絶対値は、ゼロからの距離って覚えてください。ゼロからの距離。これが一番簡単です。で、中1の時の復習をするんだったら、ざっくりね、するんだったら数直線がありますと。0、1、2、3、マイナス1、マイナス2、マイナス3ってあるじゃないですか。じゃあ2の絶対値、2って数字の絶対値はいくつって言われたら2なんですよ。なぜなら0からは1、2って2つ離れてるから。距離って離れてる、その長さだからね。じゃあ、マイナス3の絶対値はって言われたら3なんです。マイナス3ではない。なぜなら、距離にマイナスはないし、1、2、3。距離は3でしょ?マイナス3っていう場所はマイナス3だけど、距離は3になる。まあ、つまり簡単に言うと、符号外しちゃえばいいんだよね。マイナスとかプラスとか無視して。それが絶対値って言います。これをざっくりの復習ね。で、まあ、それを踏まえてやっていくと、今、B の、ここね、B の X 座標。ここです。ここが A の X 座標の3倍ですよって言ってます。まあ、絶対値がね。つまり何言ってるかっていうと、X 座標だから横に離れてるやつでしょ。この横に離れてる長さが B の方が3倍ですよって言ってるんです。単純に。だから、ここがさっき使った2だったら、こっちは3倍だから6になるよっていう。距離はね、座標はマイナス6です。6離れてるけど、ここマイナスって分かるからマイナス6にしてください、ちゃんとね。っていうことを言ってるだけ。で、あと、この2の6は使っちゃダメです。これは1番で与えられた情報なので、2番では使っちゃダメです。いいかな。じゃあどうするかっていうとこなんですけど、自分はですね、これ解くにあたって、上の三角形求めたいですよね。でも、ABD 与えられてるから、ちょっとこっちも一緒に考えちゃおうと思って、そして赤にします。この二つの三角形に分けて考えました。自分はね。で、どうするかっていうと、まあ、一応文字を使ってやっていくんですが、ここの離れた距離、まあ、X 座標ですよね。それを、まあ、よく使う T っていう文字を使ってちょっと説明します。ここ T ね。で、本当は Y 座標とか今回使わないんですけど、他の問題に活かすためにちょっとやります、ちゃんと。今、X 座標こうやって文字で置いたとき、ここどうなるか。これは、さっきのこれと同じで、A はこれの上にいます。X 座標が T なんだったら、ここに X に T を入れると、Y イコール T 分の12ってなりますよね。だから Y 座標は T 分の12ってこう置きます。今回そんな問題に関係ないんだけどね。で、今ここを T って置きました。離れてる距離3倍だから 3T ですよね。離れてる距離は。ただし、ここはマイナスって分かってるんで、座標としてはマイナス 3t になります。マイナス 3t。で、
B もこいつの上にいるから同じように代入する。y イコールマイナス 3t 分の12ってやると、ちょっとね、ややこしい感じになりますけど、マイナス t 分の4ってなる。で、これが何を表してるかっていうと、今ね、面積、青の上のね、三角形と赤の三角形のちょっと面積について考えたいんです。で、両方三角形ですよね。三角形っていうのは、底辺かける高さかける2分の1、もしくは割る2です。公式が。で、青の三角形も赤の三角形も底辺は共通です。だって、ここ底辺にしたらいいよね。ここ底辺で共通って考える。と、青の三角形は高さがここです。ここ。赤の三角形の高さはここになります。それぞれ引いた場所何かっていうと、この長さはこれですよね。A の Y 座標。だって T の T 分の12って座標こうだからさ。T 分の12でしょ？で、この赤も B の Y 座標だから、今、マイナス 3T のマイナス T 分の4なんですよ。で、まあこれ、こっちですね。高さも、まあ長さなので、マイナス関係ないから、高さとしては T 分の4なんです。で、これって、T 分の4に3をかけたらこれになりますよね。t 分の4に3をかけたら t 分の12になる。つまり、こっちの高さの方が3倍なんです。赤の三角形の高さ、こいつよりも。で、これはこの説明じゃなくても、実は小学校の時に習ってる反比例の知識でもいけるんですけど、小学校の時に反比例、これ覚えてるかな？小学校の反比例で、x が2倍、3倍になると、y は2分の1倍、3分の1倍になるってのをやったんですよ。小学校の時。x が、一応書こうか。あと消しちゃうけど。x が2倍、3倍になると、y は2分の1倍、3分の1倍になる。比例は x が2倍、3倍だったら y も2倍、3倍なんだけど、反比例こうなるんですよ。特徴として。で、今、X の絶対値ありましたよね。X が3倍なんですよ。距離が。ね、3倍。指定されてたでしょ？ってことは、X が3倍だったら Y は3分の1倍。こっちの X が3倍だったら、こっちは3分の1倍になるから、ちっちゃくなるよ。ってとこでも求められるんですが、一応文字を置くと、高さが3倍の関係になるよってことがわかります。もしかしたら図からも、ね、図から判断できる方もいるかもしれないんですけど、で、何するかっていうと、この小さい赤の三角形の面積を S って置きます。面積を置くんです、自分で。そうすると、上の三角形、青は 3S になります。なぜなら、底辺同じです、上と下。底辺が同じで、高さだけが上が3倍だったら、もう当然面積も3倍になります。だから 3S。で、何がしたいかっていうと、下の三角形 S でしょ。S 足す上の三角形 3S でしょ。イコール、赤と青を足したら ABD と一緒です。だからこれが28になります。で、4S イコール28。解くと、S イコール7になります。で、この S って何かっていうと、今三角形赤の方でしょ。求めたいのは三角形 ACD だよね、今回ね。つまり、三角形 ACD っていうのを今自分で 3S って置いたから、自分でね。だから、3×7 をして、答え21で終了となります。今回センチメートルとかの単位がね、指定されてないので、単位は付けずでお願いします。という感じです。はい。まあ、これが正式なやり方かどうかはわからないんですが、こういったやり方もできますので、で、面積をね、自分でこう S とか使っておく問題って結構あるんですよ。その時のポイントとしては、必ず一番ちっちゃい、まあ、今回2個しかなかったんですけど、ちっちゃい方を S って置いて解いてください。基本的には。その方が楽です。もちろんそうじゃないのもあるんだけど、できればそうやってやってください。では、今回は高校受験対策の関数シリーズの第25弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、引き続き、まあ、関数シリーズとか、他のね、単元とかも撮っておりますので、もしよかったら、そちらの方もぜひ見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。